皆さん、こんにちは。今年2月に創業者のロッシー小川氏との契約を解除し、変革期を迎えたスターダム、小川氏の新団体へ、ジュリア選手、林下宇多美選手、桜井舞選手、未来選手、柚木選手らが移籍したり、大江戸隊、クイーンズクエストなど、老舗ユニットが消滅したりと、変化が起きていますよね。さらには岡田太郎社長体制になってからは、団体で起こった問題が、迅速に改善され、無茶なスケジュールも減っており、特に変わったと思うのが、他団体との積極的な交流だと思います。今回はスターダムが、他団体との交流が増加した経緯について、ご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今年に入って大きく変化している、女子プロレス業界、その中心となっているのが、スターダムです。これまでは他団体、フリーの、有力選手が参入してくることが、多かったのですが、現在は、スターダムの選手が、他団体に出場することが、多くなっていますよね。ヘイトに加入する前の、上谷沙耶選手は、ウェーブのシングルリーグ戦にエントリー。阿納沙織選手は、ワンダー王座を仙台ガールズの、岩田美香選手にベルトを取られた際、敵地まで赴き、ワンダー王座を奪還。さらには、先女の至宝である、ワールドシングル王座を奪取。IWGP 女子戦線では、岩谷真由選手が、アイスリボンで、藤本司選手を相手に、防衛戦を行っています。ヒール軍団である、ヘイトも他団体に出向いており、渡辺桃選手は、8月には AEW、9月には千住に参戦し、10月にはディアナに参戦。ヘイトの対外要員と、世界中で引っ張りだこになり、他団体マットを、引っかき回しており、私、今クソ忙しい。まあみんなが私のこと、求めてるから仕方ないよね。全女子プロレスラーに、喧嘩打ってみんなヘイトを、敵だと思えばいい。私が全部潰していくから、と不敵な笑みを浮かべていました。さらには、トーラ夏子選手と、ルアカ選手は、先女のワールドタッグ王者、橋本千尋選手、ユウ選手の、チーム200キロに挑戦。また夏子選手は、ワールド王座獲得前、うちらがスターダムを乗っ取る。それは事実上女子プロレス界、ナンバーワンの、ヒールユニットになるってこと。だから、これは、スターダムだけじゃなくて、全女子プロレス団体への宣戦布告。これだけで終わりじゃねえから、と予告していました。また、若手選手たちも、精力的に他団体に参戦し、矢上蘭奈選手はウェーブ、桜彩選手とリアン選手は、仙台ガールズの名物企画、ジャジャウマトーナメントに参戦。スターダムが女子プロレス界を活性化していると言える状況なのです。この積極的な他団体との交流の背景にあるのは、岡田太郎氏の社長就任。昨年12月から岡田氏が社長に就任し、今年2月には創設者の小川氏が団体を離れています。はじめはオファーに応じて、選手を派遣していた岡田体制のスターダム。春からはスターダムからも各団体との関係強化に動いたと言います。新社長の岡田氏はもともとプロレスファンでしたが、仕事としては親会社のブシロードで声優ユニットなどを手掛けてきました。本人曰く、業界で最も NG がないそうで、過去のしがらみに囚われれることなく動くことができるとのこと。有力選手がスターダムに来る形から、スターダムの選手が各団体へ出向く狙いは、当然業界全体を盛り上げること。岡田社長はスターダムが一番でありたいという思いはもちろんありますが、同時に女子プロレスというジャンルが一番だということも見せていきたいので、と交流についてコメントしています。先日したように桃選手は今月にディアナに参戦していますが、ディアナは井上京子さん、ジャガー横田さんを擁する全日本女子プロレス直系の実力派団体で、桃選手が対戦した梅崎遥選手はディアナの絶対的センター。この試合に勝利したのは桃選手で、梅崎選手は負けを認めつつ、ヘイトとディアナ新世代メンバーとの全面対抗戦を訴えていました。最近のディアナは新人が増え、ベテランのネームバリュー以外のところで団体をアピールすることがテーマになっており、これからヘイトとディアナは構想を繰り広げることが予想され、ディアナの若手にとっては厳しい戦いになるでしょうが、団体をアピールする大チャンスとなっています。
他にもスターダムと構想を繰り広げようとしているのがエボリューション、通称エボジョです。2020年に全日本プロレスの諏訪間選手が女子プロレスラーを発掘育成する構想を示し、同年11月に石川修司選手と共に自身のユニットエボリューションの女子部門として発足されたエボジョ。所属として最初にデビューした3人のレスラーのうちの1人、チーチー選手はすでに3度スターダム選手と絡んでおり、今月の23日には花子選手と桜彩選手がエボジョに参戦することが決まっています。スターダム勢のエボジョマット参戦は今回が初であり、チーチー選手は、向こうは大きい団体じゃないですか、私たちの団体は始まったばかりで小さいですけど、向こうから乗り込んできてくれるということで、やっとここまで来たかなという感じですね。1年前だと想像もできなかったので、と感慨深げな表情を浮かべながらも、スターダムはお客さんも多いので、そのお客さんをかっさらうくらいの勢いで行きたい、それが目的ですね、かっさらっていきますと予告しています。女子プロレス業界全体を盛り上げる全方位への外交の着想は、 WWF が全米のマーケットを支配する以前のアメリカのプロレス業界だそうで、日本は広くないので地域ごとというわけではありませんが、各団体がそれぞれに個性を発揮して、その上で何かしらの形でまとまっていければと、一つの団体が業界を統一するというのは強引ですし、といって団体分裂の繰り返しでファンが分散するのも良くない、その意味でかつてのアメリカのテリトリー制もありではないかなと、と岡田社長は話しており、業界維持は死守しつつも各団体を尊重し、全団体が潤うような仕組みを構築していこうと考えているようです。実際岡田社長体制になっていこう、岩谷真由 vs 藤本司といったファンが待ち望んでいたマッチメイクが実現していますし、無理なビッグマッチを打たず、リーグ戦は時折選手を休ませるなど、団体内外にも良い傾向が見られています。また今年のタッグリーグ戦では5スターとは異なり、長期にわたるスケジュールを設定し、選手たちがベストコンディションで試合に臨めるよう、試合日と休養日をしっかりと分けたスケジュールを組んだ岡田社長、最近の欠場選手についても言及し、選手の怪我や体調不良に対し無理をさせないようにできるだけ早期の休養や検査を推奨しています。ファンの皆様にはご心配をおかけしていますが、選手の健康を第一に考えていますので、ご理解いただければと思います、と述べ、選手の体調管理に万全を期していることを強調。さらにこれから年末にかけて両国大会やレッスルキングダムウィークなど大きな大会が続きます。選手たちが万全の体調で素晴らしい試合をお見せできるよう、会社一丸となってサポートしていきますので、引き続きご声援をよろしくお願いします、と呼びかけ、リーグ戦に向けての意気込みを語っていました。選手のバックアップに徹する岡田社長がこれからの業界をどのように変革していくのか、今後も要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。